皆さん、こんにちは。ミセス・ボンポーニッケルじゃ。また夜の映像じゃの。今回は港でガサガサをしていくんじゃ。今日狙っていく獲物はボラじゃ。ボラじゃなくて高級魚じゃ。まあ高級魚とか言ってるけど、狙う魚は何か決めてないんじゃけどな。まあとりあえず何でもいいから通るんじゃ。現在の時刻は朝の4時か5時じゃ。もうそろそろ明るくなるからの。早速取っていくかの。いるいるいる。全部奥の方逃げてった。なんか予想と違うんじゃけど。あれなんか、全く魚いないんじゃけど。あれ？カニ。うわうわ、逃げる逃げる。うわ、逃げられた。うわ。逃げられた。いた。やばい、どこ行った？これなんか水面やったらいないかな。やばい、入った。やばい。なんかよく見たら水面にいるの。なんていう魚かの。あ、これアジじゃない？アジ。これアジ？ボラ？ボラとアジかの。あ、ボラかの？これ。ボラギノール、ゲットじゃ。うわぁ、なんか、すごいの。これいっぱい集めるかの。よし、もう一発行くかの。うわ、全然入ってない。なんか、カニが歩いてきた。流水岩石、流水。カニ。痛い。急がに、ゲットじゃ。これも一応持って帰るかの。カニが逃げ出した。あれ、どこ行った？あれ、なくなった。もういいかの。こんだけ取れたぞ。もっと別の場所探すかの。中泳いでる。目が光っ、あ、これ、エビだ、エビ。でっか。あ、でも多分取ったらアウトなやつじゃ。やばい。ボラだ、ボラ。やば。ボラ、あれ、ボラっていうのは、カラスミのボラじゃ、卵が食べられるんじゃ。でも結構、時間がかかるんじゃ、食べるのに。あ、いる。これ、捕まえるか、これ。これ、ちょっと、捕まえるか、これ。くっそ。やばい、いけそう。魚って光に集まってくるはずじゃ。ボラも多分そうじゃ。こっち来い。こっちに来い。鯉みたいな形。くっそ。惜しい。やばい、これ取れたらやばいことなるんじゃないかの。くっそ。うわ、あれ取れるぞ。なかなか警戒して近づいてこない。一定の距離を保ってやがる。保つ。うわ、今の、なんで今の取れないね。うわ、くそ。やばい。皆さん、完全にボラが消えました。今ちょっと本当に泣きそうです。多分今から明るくなって、おじいちゃんとかおばあちゃんがワンちゃん散歩させたりね、ウォーキングしに多分来るから、もう、やばいかもしれません。でも皆さん、どんなに辛いような日々でもね、一つ一つが今の自分になるんじゃ。だから諦めたらダメなんじゃ。うわ！声がおかしい。やばい、これ。あ、
これもう本当に積んだパターンかもしれない。でもやっぱ自然で遊ぶと楽しいの。皆さんあとちょっとだけやって無理だったらもう諦めます。ちょっと本当に人が来るんで。わし別に人気のかけらもないけど、こういうのやるのやってるとやっぱすごい楽しいの。なんか泣きそうになってきた。なんか昔の懐かしい思い出を思い出して、皆さんも子供の頃やれなかった遊びとか今やっても別に何も悪くないんじゃ。確かに周りの同世代の人たちはスマホやらなんやらでやってるけど、別に今だって鬼ごっこしてもいいし、自然で遊んでもいいんじゃよ。セミ取りながらうーとか言うのもいいんじゃよ。なんか生き物って探すといないの。あー明るくなってきた。おい皆さん、もう無理でしたのでこの子たちをいただきます。皆さんいい獲物いました。取った取った取った、あれ逃げた逃げた、やばい、これタイバンガザミじゃない、これやばいやばい、これやばいことになってきた。これ石ガニ、これ何ガニ、これうわこれ挟まれたらやばいことになる、これやばいかもしれない。来た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 、これタイバンガザミか。これ皆さん一度閉めました。これはとりあえず渡りガニらしいじゃん。今日油しか持ってきてないから多分揚げることになるの。やっぱ虫寄ってきた。それじゃあ料理していくかの。さっき捕まえたボランも逃がします。カニ食べます。カニ、はい油入れます。見るんじゃカニのとこにめっちゃ、はい虫が寄ってきたの。皆さん今日本当は茹でたりして食べようかと思ったんじゃけど、完全に油しか持ってきてないからカニを丸ごと素揚げにします。イエーイ。いやすごいのこれ、これ入るかの、これ入るかの、ちょっとこれ流水岩材。うわめっちゃカニの匂い、カニの匂いする。うめっちゃボテボテいってる。ボテ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 、いやこれ殻相当硬かったからのさっき、よくあげ、うわめっちゃ、あいい匂い、いやなんか釣りしてる気分じゃの。なんか変なの浮いとるんじゃけど、はいできました、ワタリガニの素揚げ。それじゃちょっとこの足からいただくかな。これちょっと噛んで割ります。ほらほら、ちょっとこれ食べてみます。完全にこれはタラバガニも涙目じゃの。これちゃんと揚げたから殻柔らかいの。ほら見るんじゃ、これ熱々熱々熱い、ほらこれやば、ちょっとこれチュルチュルします。ああ熱い、熱くて旨味が伝わんなかった今。じゃあこれいただきます。一瞬苦味があったの。あでもこれ美味しい。じゃあこれちょっとなんかカニ味噌、熱っ、うわやばい、これやば、これやば、これやばい、これこれ絶対うまい。ちょっとこれいただく。あこの磯の香りの中にこのうまみもあって、あアミノ酸、あなんかめっちゃすごい、これなんか涙出てきそうになってきた。さっきまで生きてたんじゃの。ここあんまない、いただきます。ここあんまないけど舐めるぐらい結構うまいの。一旦ここに味噌全部出すかの。いただきます。あーこのいい感じの苦味が美味しいの。うわやばこれ、皆さん
とても美味しかったです。残りは後で食べ、ちょっと人が来たから残りは後で食べたいと思います。次絶対ボラ取るからの。ちなみにこれは南の島へ行く前の動画じゃ。それでは皆さんありがとうございました。